運動です。ここは指先までスーッと伸ばして心地よく胸を反らせて緩めます。体を横に曲げる運動、椅子に腰掛けてる方は息を吐いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら、体をいじります。足を開いて上体柔らかく斜め下に入れます。正面を胸反り、呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動、よく伸びた腕でぐるっと円を描くように腰の周りの筋肉をほぐしましょう。椅子の方は肩を上下に作りましょう。手と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日の一日どうぞ元気にお過ごしください。皆さんありがとうございました。